ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。2歳の子供がいる兼業主婦です。今とりあえず収入のためにやりがいの感じない仕事を派遣社員として時短でしています。とことん打ち込める仕事を見つけたくて、コピーライティングの教材を購入したり、空き時間を利用して本を読んだり、堀江さんのニコ動やメルマガを拝見しています。ただ子供がいると時間に制約があり、転職も難しく、学歴もないため、何から始めたらいいか途方に暮れます。堀江さんなら何から始めますか、という質問です。はい、はい、ということでゲストをご紹介します。本日はたくさんの方が来てくださっています。お一人ずつゲストをご紹介していきます。ミセスインターナショナルナショナルディレクターの伊藤さくら子さん、お願いします。そしてミセスインターナショナル2018日本代表の本田京子さん、お願いします。そしてミスファビュラス部門グランプリのリコさん、お願いします。そしてミスダイヤモンド部門58歳以上グランプリ、井正代さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、すごいですね、皆さん。これはどういう団体なんですか？はい、ミセスインターナショナル大会はアメリカの方で32年間の歴史ある大会なんですけども、実は日本では去年第1回目、今年第2回目で、年齢に関係なく女性が活躍でき、自分の活動を発信できる場を提供したくて、私は権利を持ってきて開催しました。で、今年のグランプリなんですけども、ミス・ダイヤモンドというクラスのリーさんは61歳で、で、リコさんも36歳、ミス・ファビュラスという部門のグランプリ。部門は何個あるんですか？はい、3つあります。インターナショナル、ファビュラス、ダイヤモンド。インターナショナルだけは世界大会がありまして、はい、1月の方に本田さんはアメリカの方に行きます。はあ、アメリカに行かれるんですね。はい、ファビュラスとダイヤモンドは、はい、国内で終わります。あ、そうなんだ。はい、それは世界はないんですか？ないんです。ただファビュラスの特徴は世界初のコンテストで、何が違うかと言いますと、28歳以上の独身の女性、例えばシングルマザーとか離婚してるとか、結婚してない女性が出れる大会で、こうやって世界出てください。ちょっと違いますよね。私も違う感じがね、すごく認識してる。全然違うと思う。いや、じゃあただ資格はあります、ね。あります。出場資格持ってるな。仕事頑張ってます、ね。はい。あります。29歳独身なので。出れます。出れますよね。はい。ちょっとね。ミセス制服コレクションでも作ってもらえないですか？そうですね、過去の栄光、制服とかね。そうです、制服でしょ、はい、制服でした。制服グランプリでしょ。あ、そうなんです。私はそうなんですね。昔ね、昔日本一制服が似合う女の子っていう体で。すごい。何年前？いや、あれはもう何年前だ。一昔前ってやつ。こらでも、そうかもしれない。一回り行きました。いわゆる一昔前ですよ。エトが回りました。エトが、はい、エトがね、こう、でも今でもね、十分似合う。十分ですね。一昔前は私も制服部門で、制服部門でできねえよ。いや、人生だけですから。58歳以上でもいいですね。そうなんですね。それを最近開催した。そう、去年第1回の会です。私が実は2015年に人の紹介で自分でアメリカにアプライをして、2015年日本代表として行って帰ってきたんですけど、やっぱり帰ってきてこう思い出とかをシェアできる人があまりなくて寂しかったのと、ミセスでも結婚時間こうやってコンテスト出れるんだっていうのを知ったので、開催したいなと思って、みんなにこうチャンスや機会を与えられたらなと思って企画して開催しました。はい、今年は4月に開催しまして、42名のファイナリストから本田さんが選ばれました。これはどういうふうにビジネスを組み立ててるんですか？はい、今はスポンサーとファイナリストフィーでやっているんですけれども、今後は全国にファイナリストフィー、はい、参加費、ファイナリストの子たちから参加するためにお金をいただいてビジネスをやっているんですけども、今後は
全国にこの権利を持って、はい、ディレクターをそれぞれ作ってビジネスになっていけばいいなと思ってるんですけども、うん、何かアドバイス見せに行くみたいな方式ですか？方式かなと思ってます。なるほど、なるほど。でもなんかね、ずっと女性は綺麗であり続けたいと思うから、こういう目標があるといいですよ ね、 すよね。出るって目標があればきっとダイエットとかもするでしょうし、はいはい、やっぱりタイトルを申しますと結構みんなの話を聞いてくれるようになりますので。そうなんです、はい、やっぱり発信をしていけるっていう自分がやってる活動とか思いとか、例えば私ですとヘルシーティングって今クッキーを発売してるんですね。グルテンフリーとビーガンでがんを予防しようっていうクッキーを作ってるんですけど、そういうのもみんなが聞いて話を聞いてくれるようになるっていうのがあります。皆さんはグランプリなど獲得して変わりましたか、その環境というか。そうですね、発信できる場所というか、皆さんの見る目だったり、私はフィットネスの業界でちょっとインストラクターをやっていたりとか、自分でもフィットネスの大会にも出てきたんですけど、やっぱりこうダイエットなんかメイクなんちゃら。あ、そうです。ボディメイクを中心としたフィットネスの大会、ビキニとかに、はい、今年もちょっと出させていただくんですけど、やっぱりダイエットのためのフィットネスじゃなくて、やっぱり健康のためのフィットネスにこうシフトしていければなっていう、こう日本の医療とかもすごく今大変だと思うので、そういう活動を今からどんどんしていく。それで発信するとか、はい、そうです。自分が広告塔になって、どんどん、はい、いいですね、そういうきっかけにも。そうです、はい、もう今を生きる女性を増やしたいなと。あ、いいですね、はい、来年も開催されるんですか、ね、あ、私ですか、はい、はい、来年も開催します。じゃあ興味がある方はぜひね。これ、はい、世界一になるとどうなるんですか。アメリカの方で自分の活動を発信して生きるっていうチャンスがあります。ですので日本だけじゃなくて3年後はもう世界で発信できるように、うん、しっかり自分のプランを立てていただきたいと思って、うん、今回のグランプリの本田さんは日本画を描く得意なので、絵を通して子どもたちに絵画を通していくプラットフォームで世界大会に挑むことになっています。7月、はい、ぜひ頑張ってきてください、アメリカで。質問の答え言わなくていいかな。そうなんですよ、自分が得意なことから小さく始めます、うん、ですね、うん、そうですね、小さく始めますね、やってることに集中して一生懸命やるというところから何かやっぱり開いてくるのかなと思います。これなんでこうされたんですか。私はヨガとかのスタジオを経営していて、大学とかで健康行動学とかも教えていて。ヨガとかみんな好きっすよね何なんですかやっぱり心が癒されるっていうか、落ち着くニュートラルになる感じ。これなんかヨガの良さがさっぱりわかんないですよねヨガとかピラティスとか大嫌いなんですよ。そんな嫌いじゃない。そうなんですよ。いやいや、やったことあって、あ、これ向いてねえなと思って。まあでもいろんな種類というかもあるので、うん、私が出たのはやはりこうやっぱりこう高齢化していく中で、やっぱり女性がやっぱりこうどうしても日本の女性って自分にこう、いやもう私なんかとか、もう私年だからとかって蓋をしてしまうと思ってるんですね。だからやっぱり可能性をやっぱり引き出してあげたいっていうか、自分自身がやっぱりロールモデルになってやっぱりやっていきたいなと思って。なんであんなみんなヨガが好きなのかなセクシーヨガ政治話題になってたじゃないですか。政治家政治家なの、そう、ありましたね、通ってるみたいなですね、パーソンで。そう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 、いや、おじさん、大臣、お前ヨガ好きかとか、そこだけはちょっと違和感があって、いや、お前絶対ヨガ好きじゃねえだろっていう。こう癒されるこう若い女性が教えてくれて、最後マッサージもしてくれてっていう。私の周りもみんなヨガやってます。なあ、アラサー女子ヨガ好きだよ。ヨガ好き。みんなヨガ好き。好きだよね。私やったことないんですけど。俺合わないんだよね、なんかちょっと。あ、そうなんですね。マインドがね、うん。なんかまだ、だったらあっちの方がいいよ。なんだっけ。アクティブボディ。じゃなくて、ほら、あれ。ボクサーサイズ。そう、なんだっけ。クライムデイズ。そう。あれ、なんでしたっけ。ビート。ビーモンスター。ビーモンスター。ね、ビーモンスター。まだビーモンスターとかの方が全然好き。あれぐらい動かしてないと、こう、動いた気にならないんですよ。なんか
そうですね、堀江さんは合わないから。弟性のバランスっていうのがやっぱり必要かなと思う。でもね、好きな人ね、すみません、いじりすぎて。でもそういうね、きっかけからコツコツとね、はい、うん、まあでもやっぱ参加費ですよね。参加費を集めてなんかみんなで1位を決めるみたいな感じにやっぱなるでしょうね。どうしてもやっぱりそうでしょうね。スポンサーさんもな、そうですね、なんかそこに参加する人たちが好きそうな何かのところでしょうね。スポンサーさん集めるにしても、はい、なんかね、そうですね、そんな感じですかね。いいかも、うん、新しい風が吹いてない、ね、ちょっと向いてない。でもまずはね、7月、はい、本田さんに頑張っていただいて、ね、そうですね、あ、7月にも行かれるんですか、ね、7月の遅いで15日に日本を立ちますの で、はい、あ、そうです、世界大会にまずはこれでね、はい、来年の足掛けになるようにぜひ頑張ってきてください、ね、やっぱこれでグランプリ取ると ね、 ね、有名になりますからね、なりますよね、はい、もう盛り上がりますよ、ね、はい、ぜひ頑張ってください。最大の宣伝効果だと。ということで、じゃあ何か告知事ございましたら、告知事いっぱいあるでしょ、はい、はい、あのたくさん告知事あるんですけれども、うん、ミセスインターナショナル世界大会に本田恭子さんが7月15日からアメリカのウェストバージニア州のチャラストンの方に行きます。それに向けてあのとても何でしょう、経費がいろいろかかるんですね。ウォーキングレッスンをしたり、英語レッスンをしたり、また動画を作って、あの英語で向こうの面接官に提出したり、いろんな準備がありますので、今彼女クラウドファンディングを立ち上げました。すごい、あのキャンプファイヤーで、うん、ミセスインターナショナルですよね、インターナショナルで検索して、あの応援の方をお願いいたします。ぜひ皆さん支援しましょう。なんかあれですね、はい、しゃれてますね。しゃれてますねっていうか先進的です ね、 ね、やり方がいいですね。 ありがとうございます。素晴らしい、嬉しいです。皆様も口ごとは何かありますか。あのフィットネスを通して、あのこれから、独身女性が羽ばたけるような社会を作っていきたいと思いますので、またインターナショナルのミスファビュラス部門よろしくお願いします。あのミスダイヤモンドっていうのはやっぱり年齢が高い分、参加者もなかなかやっぱり少ないという現状がありますので、ぜひやっぱり、あのやっぱり健康100年という政府の、言葉もありますので、ぜひあのいつまでも健康で美しくっていうところで、うん、ぜひ参加者あのたくさん応募していただけたらなと思います。はい、ぜひ皆さんいろいろチェックしてみてください。はい、ということで最後は HIU ニュースに参りたいと思います。マッサージ系グループでは、ハンドマッサージ専門お手休みに続き、フェイシャルに特化したマッサージプロジェクトが進んでいます。マッサージを勉強したい人も受けたい人も HIU でぜひ体験してみてくださいということで。うん、フェイシャル。フェイシャル。気持ちいいですよね。朝。使い上で顔むくんでるときゴリゴリヘアメイクさんでやってくれる人で、うん、超気持ちいい。わざとやってくださいって言いに行きますもんね。そう、あれいいですよね、あれ最高にいいんで、自分でもやります、めっちゃ受けると思います。うん、いいと思います。なのでそういうのに興味がある方も、ハンドマッサージも気持ちいいね、それ興味あります。あのね、2人にやってもらうと王様気分。確かに王様コースで、あの膝まずいとかやってると、ああ、いいですね、すごい王様コース、素晴らしい。そういうのもね、HIU はたくさんやってますので、興味がある方、HIU 参加してください。それでは、この番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてください。あと、メルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、皆さんの、メルマガ登録もお願いします。はい、はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容を読み取ったページが